ドラム缶ドラム缶は200リットル以上の大型の金属製の缶のこと特注品でない限り鋼鉄で作られるガソリン、灯油のような燃料油や塗料、溶剤、化学薬品、医薬原料などの工業材料とその製品といった液体を入れて運搬、貯蔵に用いられる1900年にヨーロッパで金属製の樽が登場し1902年に 米国のスタンダードオイルがこれを大量生産して使用を始めた。当時は中身が漏れることが多かった。翌1903年には同じ米国のコークランシーマン夫人によって現在とほぼ同じ金属容器が発明され、中身の漏れは改善された。これは胴体部のまっすぐな55ガロン入りのドラム缶であり、これが改良を重ねられて現在のドラム缶になっている。 日本での最初のドラム缶の製造は1927年に小倉石油東京製油所と秋田県長井製油所でアスファルト向けであった。この当時は日本製の一斗缶以外では海外からの輸入油の容器としてのドラム缶が他の用途にも再使用されてはいたが日本でのドラム缶製造はこれが最初であった。1929年には日本石油が米国から 生管器を輸入して、翌年からは山口県下松製油所で大量生産したドラム缶の自社使用を始めた。これが200リットル入りドラム缶の日本での最初の量産であった。現代の日本では IC タグをつけてインターネットオブシングスによる追跡、管理をしやすくしたドラム缶も開発されている。 ドラム缶1、チャイム2、注入口3、天板4、換気口5、臨退6、同板7、ジータ一般的なドラム缶には、円筒部の中間に、和体と呼ばれる2本の出っ張りがある。これは、構造上の補強の役割を持つと同時に、転がして運搬する際には、車輪の役割を果たし、容易に転がせる作用がある。和体は、後半を筒状に曲げて、繋いだ後に、 内側から一気に打ち出すように力を加えて成形される。ドラム缶には上下に円形で平面の部分があり、上になる方がバンドで締め付けられており、これを外すと大きく開けられるオープンドラムと巻き締めてあり切り取らないと開かないタイトヘッドドラムの2種類がある。オープンドラムの蓋は天外と称する。またタイトヘッドドラムにはベッドネジ付きの注入口や 空気穴にセットする小さな蓋がついていることも多く、これはプラグと称している。プラグは鉄製のプレス成形のものが一般的で、日本ではアエンダイカストのものもあったが、2007年に製造中止となった。他に天然樹脂を入れるタイトヘッドドラムには製品検査に使う丸い穴を天外に開け、さらに蓋を取り付けたドラムも存在する。九州の離島地域と、 本土を結ぶ内向用コンテナに燃料輸送用200リットル入りドラム缶を積載している事例。鹿児島県、鹿児島新港にて2011年5月7日撮影。日本では実規格により大きさや寸法が定められている。大きさは5種類。一般にガソリンスタンドなどで見かけるドラム缶はその中で最も一般的なもの。容量は200リットル。直径が 約0.6メートル、高さが約0.9メートルである。業界では18リットル以上200リットル未満のものは中小型缶と呼び200リットル以上のものの故障であるドラム缶と区別している。海外では200リットルに相当する44ガロン缶のほか220リットルなど別のサイズのものもある。海外では規格も様々である上にドラム缶を 専門の製産業者から買わずに自社で製造して使用する企業もあるため種類、サイズも多様となりやすい。200リットルドラムは20フィートの海上コンテナに通常40本2段積みの80本積載可能である。海上輸送、航空輸送などで危険物を収納して運搬する場合は 国連の危険物輸送専門会委員会による危険物の輸送に関する勧告によって輸送方法や梱包方法が定められており、ドラム缶の場合は UN 現象を受け、その旨の表示がされたドラム缶であることと内容物に応じた表札の掲示が求められる。固形物と液体を収納する場合では規格が異なるので使い分けることも必要となる。 実際に輸送する際には、容器証明書を製造者から取り寄せる必要がある。しばしばゴミ箱や廃物入れに使用される、使用後の缶は解体してリサイクルするほか、産業廃棄物等を詰めて保管したりゴミ箱にしたり、する、ごえもん風呂を模して浴槽にする、運動会で応援団が太鼓として用いる、燻製作りの窯やバーベキューの炉、簡易焼却炉にするなど、二次的な利用が幅広く、 行われる。日本では家具に加工して販売する店もある。海外では、銅板を平らに伸ばして、途端板代わりにして、建築に使う例もある。トリニダードトバゴ発祥の打楽器、スティールパンは、1930年代に、ハイドラム缶の底面を太鼓に見立てて使用したのが、始まりとされ、底面に大小のくぼみをつけて、音階が出るように加工されている。現在は、必ずしも、 ドラム缶から作られるとは限らない。米ヘビーメタルバンドのスリップノットは、ドラム缶をパーカッションとして用いることがあり、金属バットで叩くことで楽曲の一部としている。新東京国際空港の反対運動時に、用いられた連絡用のドラム缶を叩くと大きな音が出ることから、変わったところではサンディズカ闘争の反対運動では、ドラム缶を叩くことで連絡用に使用した。 2016年にガンビアで行われた大統領選挙ではビー玉をドラム缶に入れる手法で投票が行われた。立ち飲み等の低価格の居酒屋の一部では雰囲気を出すためや食卓購入費を浮かすためにドラム缶を食卓代わりに使う店がある。ありがとうございます。